ははい、えー、こんにちはトモです、えー、今日はねなんか写真のショーが始まったみたいなことでね、えー、さっきツイッターで流れてきたんで急遽動画を回しました夜明け前っていうねニューフォトグラフィーアワードというふうに書いてありますこちらがねなんか今年からいきなり始まるみたいですねはい、えー、ということでね結構ね募集期間もえー、ちょっと待って1ヶ月後1ヶ月後8月末えから <laughs> 30えー、どういうこと 1>, あーで1ヶ月なんだね、うん、8月30から9月の30まで応募してますよ応募しますよっていうことですねいきなりですよちょっとこれ見ていきましょうねはい第1回夜明け前では写真の未来を照らす写真作品を募集しますテーマ手法サイズ分量などは自由写真の定義付けはしてませんあなたが思う写真作品をぜひ見せてくださいっていうことでねどうですか <laughs> 誰かやってたかもよく分かんないですけどもうちがちょっとやってるねポートリオレビューとかね募集要項ちょっと近いですねもう何でもいいですよとあなたが作ってるねこれあなたの今の写真だよっていうねそういう,ようなものであれば何でもいいよっていうねそういう間口の広いアワードですよこれが始まったこれねちょっと待ってここのねすごいのよグランプリ取った人1名300万円もらえます これはなかなかですね。ちょっとこの額なかなか聞かない。写真新請期でもそんなにいったっけっていうかね。あの、なんつうの誰でも応募できるアワードとしては、かなり <laughs> すごいですね。<laughs> 賞金稼ぎと言っちゃいけないんだけども、300万夢がありますね。300万で何できるか。作家ですから、自分の作品に使う制作費に使いたい。うん。なんだけども、ね。<laughs> ちょっと待てよと。さらにある。 受賞1年後をメドに個展開催の権利そして個展制作に対するフォローアップはいさらに写真集制作の権利と写真集制作に対するフォローアップということでねすごくないこれえもうすえ完全にもうこれバックアップしてくれんじゃんここまでのアワードしかも写真ですよ写真の定義のねアワードないねもうね 写真親戚ないワンウォールも違う形になっちゃったねだから出てきたかなっていうところなんだけどもねな何なんだこれは <laughs> っていうところですねはいこれちょっとつあの「アバウト」っていうページこれ見りゃ分かりますねうん誰がやってんのかはい来ました夜明け前えー、っとねすごいあここ見りゃ一目瞭然でしたねはいなんだけどもねすごいよね これ、ベンチャーキャピタル、アンリが主催っていうことでね、よくわかりませんけども、ベンチャーキャピタルの会社がやり始めたってことですね。うん。この証明写真すごいね。はい。なんかあの、なんつうの、スキャナーでスキャンしたような、面白いポートレートですね。この、なんていうの、サマタアンリさんこの方がアンリっていうところの代表っていうことでね。 2012年、27歳でベンチャーキャピタルを設立、インターネットやディープテック、領域をはじめ、多数の投資を実施し続けるってことだよね。え、今、いくつよね、30、40手前ぐらいなのかなっていう方が初めて、うん、で、鈴木理作さん、ね、審査員入ってるわけですね。審査員3名ですよ。ね、鈴木理作さんと姫野公さん、こちらが入っていると。 ね、メノさん、赤赤社の代表ですね。はい。もう言わずと知れた姫野さんも入っているということでね、信頼できますね。どういう展開でこれ始まったのよ、これ。<laughs> いつの間にか始まるんだよね、このね。あ僕、ちょっと日本にいないから、なんかもしかしたら触りみたいのがね、もうすでにあったのかもしれないけどもね、そういうふうなアワードが始まった。おお、これはなかなかですねん。なかなかちょっとデジタルネイティブな感じもありますね。うん、写真のアワードだけども、結構グラフィカルですよね。ウェブサイトがね、モノトーンだしさ。 モノトーンな感じはまあ、ね、銀塩の写真っぽいって感じありますけどもねあーな,んかなかなか今時今時なのか何なのかやっぱ夜明け前ですからこれから始まるよというふうなそういうふうな印象ですねはい応募資格こちらから提示する制限はありません新しい表現を志す志すべての人を歓迎しますはい応募規定 作品及びその制作過程が何らかの方に触れていないこと他者の権利を侵害していないことを条件とします、うん、だからまあ許可なく撮った人の写真っていうのはちょっと難しいっていう風な時代になってきましたからね、うん、そういったところかなというところですよねでもやっぱりなんつうのその人をさなんつの知らない人ですよ <laughs> なんかなんつうの顔面ドアップで撮ってない限りは まあそこまで権利侵害しないんじゃないかとね、街歩いてるだけだったらね、んなんかそこで別の、ただ歩いてるだけじゃない意味合いがそこから汲み取れてしまうと、それはもしかするとその人の権利を侵害しがちかもしれないけども、ただ映っただけではね、そうではないんじゃないかなと思うんだけどもね、はい、応募作品の所有権、著作権は応募者本人に帰属します。ね、だからグランプリ取ったとしても、その権利をこのアワードが奪っちゃうってことはないと。 あくまでもあなたの作品として今後も発表していいですよってことですね。なかなか懐がね、まあでも普通そうじゃなきゃいけないんだけどもね、な <laughs> んでもかんでも権利取っちゃうからね、お金あげるから権利くださいみたいな昔ありましたからね。はい。ということで、応募作品はさっき言ったようにね、何でもありですね。うん、で、選出後の機会っていうところで、グランプリですね。もうとにかくこの1名だけなんですよ。ね。いろんな人を応募するかもしれないけども、この中で1名だけが受賞する。 その方に300万円。これは創作活動支援金ですからね <laughs> 美味しいもの食べたりとか、ね、自分の趣味に使うお金じゃないですよ、ね、そうじゃなくて自分の作品の制作にかけるお金まあこれは言わず もう知れたことですけどもね作品制作している人にとっては見ればプリント作るのも大変だし学祖するのなんてもう何十万下手したら何百万かかるわけですよ、ね、そういうふうな費用として使ってくださいこれは貴重ですね、はい、で受賞後1年後をめどに個展開催と写真集制作ですねすげえなだからこれ300万だけじゃ効かないですよね ああどれぐらい結構下手したら1回で1000万ぐらいいっちゃうようなね、費用、そこまでいかないかもしれないけども、相当なバックアップですよね。これはすごい機会だよ。一発目はみんな知らないから、ぜ、ね、ひ応募しましょう。ね。ダメ元でもいいから応募してみよう、ね。応募しないと分かんないから、うん。ということでね、8月30日から9月30日までの1ヶ月が応募期間ですから、もうこれは急がないといけないね。 でやっぱここで、ね、応募できる人っていうのは自分の作品がもうすでにある人ですねまとまってる人、うんまあ、そういう人が、ね、ふさわしいんじゃないかなと思うんだけどもね応募方法見てみましょう応募フォームより必要事項を記入して応募、ねえー、クラウドあデータでいいんだクラウドストレージサービスデータファイル、えー、転送サービスなどを利用してアップロードでリンク先 URL、ね、データでいいんだすごいねうちのポートフォリオレビューだ <laughs> なかなか大変だよ。データでで、ね、審査するのは本当に大変。物に落とし込まれてないから、その分、いろんな可能性もあるんだけどもね、それ、汲み取るのは本当に大変。<laughs> 審査員の人たち、大変だと思いますよ。ああ、これはでもね、いいね。も物に落とし込まなくていいってところでね。 とにかく作品がデータでできていれば応募できるってところでねあこれ動画もいけんだってはい動画もいけますはい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 まあ1ファイルサイズは1.2 3メガなんだけども動画の場合はもっと大きくても OK ですよっていうことですねちゃんと書いてありますね写真なんだけどもまあその拡張されていく写真の表現ですからね、うん、そこに当てはまるものであれば何でも OK あなたの解釈しないっていうところですねはいでもあれですよほらここに住所もありますね だから、仏でもいいんじゃないかっていうことだと思うんですね。うん、こういうのはね、自分で解釈してどんどんいきましょう。もう、どんどんね、攻めていきましょう。ね。だから、仏で見せたいよっていう人は、ここのね、事務局に送ればばっちりなんじゃないかと思うんですよ。はい まあ、こういうのはね、1回目ですから、1回目だから情報少ないけれどもね、情報少ない中で自分でどう解釈するかっていうのはね、道を切り開くね、一つですからね。はい。ということで、今日はね、夜明け前ニューフォトグラフィーアワード、こちらすごいの出てきたぞというところでご紹介でございました。皆さんもぜひですね、応募していただいて、ガツッと言っていただいてね、ぜひともつかみ取ってください。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。それでは、また。